与論中学1年生の海洋学習に、私が活動に参加しているビーチクリーンのボランティア団体うんじゃみのメンバーが講師として招かれました。うんじゃみのメンバーが講師を務めるのは海洋ゴミについてです。その時の内容がとても分かりやすかったので、ぜひシェアしたいと思い、ほんの一部ですが動画にまとめました。海の環境を守るために、次世代の生徒たちに何を伝えていけばよいのでしょう。動画の最後の方にうんじゃみ最高齢のメンバーからの心を動かされるメッセージがあります。どうぞ最後までご覧くださいね。まず最初に、実際に与論島の海岸で拾ったゴミを見てもらって、次のことを考えてもらいました。このゴミは何だと思いますか？何に使われていたと思いますか？どこの国で使われていたと思いますか？どうやって与論島に漂着したと思いますか？何だと思う？ピンクはピンク。日本語です。こっちは日本語です。コーラ使いたい。これこれ見ればこれは490は日本。それで生産国が入っちゃうんじゃないですか。魚のやつじゃない。魚。例えばさ、なんか薄い魚入るんじゃない。これに餌入れて。次に先日の4つの問いについて各グループに発表してもらいました。では私たちは、白いのは発泡スチロールで、ピンクいのが釘だと考えました。ピンクいって言うんです。次に何に使われていたと思いますかという質問では、発泡スチロールは尿で使った跡がバラバラになったものだと思いました。で、ピンクのものはさっき言ったように釘だと考えました。3のどこの国で使われていたと思いますかという質問では、浮きは表面の方に漢字がいっぱい並んでいたので、中国のものなんじゃないかなと思って、中国のものなんじゃないかなと考えました。で、発泡スチロールは日本だと思いました。最後の、どうやって与論島に漂着したと思いますかという質問では、海を流れてきたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。次にうんじゃみのあたさんから、これらのゴミがどこからどうやって漂着してくるかの解説がありました。どこから流れてくると思いますか？どなたかな？そこで来たかな？どこからのペットボトルだった？あ、中国ですね。はい。で、うんじゃみチームで、832個のペットボトルを拾って、調査していました。約 50% はラベルがあると、47% はラベルがない。そのラベルあるの 53% をこのバーコードごとに、原産国を調べていました。そしたらこれ、75% が中国から流れてきてました。
で、18% は2個、その他相反愛着ですね。そして、じゃあペットボトルはどうやって中国から流れてくるんだろうか。先ほどの海に流されて出てくるという話をしてましたけど、これが今年の、2月20日のキャンプサイトで西高東低の夕方配置でとっても寒かったですね。皆さん覚えてるかもしれませんけど、その時の気温、12時の気温が 14.2 度でした。とっても寒かったと思います。で、その時に五国西の風が10メーターかかって秒速10メーターが吹いてました。で、ペットボトルは水に浮きますから、海水に浮きますから、風や海流によって出してくれたということで、中国からペットボトルは冬の季節後に乗って夜の島にやってきます。そして赤い線と青い線は海流を示しています。で、与論島の周りに海流が流れてるんですけど、南から北、これは何という海流ですか、分かりますか。勉強したかな、分かりますか。これをね、黒潮、日本海で黒潮と言うんです。で、黒潮、東南アジアからのペットボトルは海流の黒潮に乗ってやっていきます。そして、あとですね、これ私たちが発見したんですけども、福島県とか宮城県、岩手県、そういった東北3県から、コンテナ、漁協のコンテナが流れていました。で、これは2011年の東日本大震災津波で与論島が流れ出して、与論島まで流れてきたものだと思っています。そして、で、さらに調べてみますと、これアメリカ大陸の西海岸なんですけども、ここにもいっぱい東日本大震災の津波で流出したものデブリがいっぱい見られてました。で、さらに調べてみますと、この黄色の線はその津波で流された物質、物体がずっと滞留していることです。で、これをこの近隣でずっとこの津波の、流されたものだけじゃなくて、プラスチックとかこういった漁網とかいっぱい流れて漂流しています。で、この付近を太平洋ゴムベルトと言っています。で、もう一つはですね、先ほどもあったんですけども、このパイプです。この付近外にありましたね、長いのが約 15cm、 小さいのが 12cm、 このパイプですね。このパイプはどこから来たかというと、広島県、これは小さなパイプですね、約 12cm で、これが岡山県とか広島県、瀬戸内海で養殖されているパイプです。養殖で使われているパイプですね。で、これが本当にいっぱい、そして、じゃあどうやって与論島に流れてきたのか。で、海流はこれ先ほど見たように黒潮は南から北に流れてますよね。北から南に流れてくるものはないというんで調べてみました。それで、これは世界中の太平洋、日本がここですね。で、中国があって、アメリカ大陸があります。で、与論島はここです。で、ここにこれが海流、4つの海流があるんですけども、北大西洋海流、そして、カリフォルニア海流、東から西の北赤道海流、そして黒潮、東日本大震災が起こりました。そして、瀬戸内海の海流、これらがこの海流、西から東に向かっていきます。そして、一部は西海岸、アメリカ大陸の西海岸、カナダとかですね、そこに漂着しています。そしてバクテリア海流が北から南に向かって、さらに、東から西、北赤道海流に向かって、黒潮に向かって与論島まで漂着したと。
さてさて、海洋ゴミをなくし自然を守っていくために自分たちでできることは何でしょうか。ユーザーたちと同じでポイ捨てをしないのと、自分たちのゴミをちゃんと自分たちで処理することだと思います。あ、そうですね。で、かっこよく言いますと、こういうことですね。ゴミのまま、どうプラスじゃ、わかりますか。はい、これですね。リデュース、ゴミを減らしましょう。リユース、再利用しましょう。で、リサイクルしましょう。そして、リフューズ。リフューズは何かわかりますか。うん、ちょっと違いますね。これは拒否するということですね。レジ袋をもらったのくれたら、あ、これいりません。そういうふうに拒否する。これはリフューズ。プラスチックを使わないようにしましょう。そして、みんなでゴミのないきれいな世界にしていきましょう。ポイ捨てをしない。で、きちんとプラスチックを使ったらきちんと処分する。処分する。ゴミの出ない世界、将来的な将来ですね、皆さん科学者になってゴミの出ない世界、いろいろ発明してゴミの出ないよ、もしくはプラスチックが環境に溶け込んでしまうとか、そういった一般発明してゴミの出ない世界にしてほしいと思います。さて、講義も終わりに近づいた時、うんじゃみ最高齢のメンバーからぜひ一言添えたいと申し出がありました。皆さんです、ちょっと昔は、皆さんの年頃には海といえばね、魚を拾うところだと、朝早く行くと魚とかイカが寄ってきてね、食料にそれを拾いに行くところだったんですよ。で、今は全然生き物がいないんですね、浜。それで今はね、トカラカゲレサから海がきれいって言ってます。でも私はね、生き物がいないのが最初なんですよ。島中の海を見てもね、生き物がいないんです。ですから皆さんはそれは分からないと思いますけれども、ぜひね、生き物が大量にしてほしいと思います。魚がいっぱいいたら、大量いましたけど、今はね、夜の海はね、生き物がいる、海はきれいです。ですけど、必ず皆様が元気のうちに、生き物が呼び出してくる海にしてほしいねっていうのが、私は今、海を回っていて、時間なんです。それでですね、大山さんはいつもゴミを拾いながら、昔は海はゴミを拾うところじゃなかった、魚や貝を拾うところだったとおっしゃいます。大山さんの気持ちが中学生たちに届いたかな。きっと届いたと思います。世界一かどうかは分かりませんが、間違いなく日本一綺麗な海に囲まれている与論島に住む子どもたちですから。私自身も微力ながらビーチクリーンやこのような情報の発信に引き続き取り組んでいこうと思いました。